ホテルでルーナは、韓国 TVN にて2019年7月13日から9月1日まで放送されたテレビドラマ、全16話。CJ イングとスタジオドラゴン、米国の制作会社スカイダンスメディアが共同で、米国版 TV シリーズとしてリメイクすることが決定した。2022年には韓国でミュージカルとして上演予定である。 2019年3月6日に IU トヨ、ジングが本作への出演を確定し、4月9日に出演者ラインナップが公開された。6月2日に予告映像、6月7日に予告ポスター、6月9日に第2弾の予告映像、6月12日に第3弾の予告映像、6月24日にキャラクターポスター、7月1日に 団体ポスターが公開された。7月8日にソウル港南区論鈴木堂インペリアルパレスにて制作発表会を開催された。7月13日より韓国 TVN にて放送開始し、9月1日に放送終了となった。2020年6月6日から10月4日までソウル港南区の m コンテンポラリーでホテルデルーナ展が開催された。 ドラマで実際に使われたセットをはじめ、衣装や小道具などが展示された。2021年5月7日と6月2日に、日本で DVD ボックス発売。日本での放題は、ホテル・デルーナ月明かりの恋人。1998年のある日、幽霊しか入れないはずのホテル・デルーナに、生死をさまよう人間が入ってきてしまう。デルーナの社長であるチャンマンウォルはその男を助ける。 代わりに、男の息子が大人になったら、デルーナに引き渡すという条件を提示する。2019年、20歳の誕生日にデルーナへの招待状を受け取ったクチャンソンは、20年前マンウォルに命を救われた男の息子だった。デルーナで働くことを決意したクチャンソンは、マンウォルと共に幽霊のおもてなしをしていくのだが、 オリジナルサウンドトラックデジタルシングル未発売曲12話のラストのシーンで公開された。この曲はドラマのために作ったものだが、今後 OST としての発売計画はないくない。ありがとうございます。